ます、おもろです。よし、どういます。はい、今回なんですけれども、よし、先日行われました。リバプール VS マンチェスターシティ4-1シティ勝利といったところでですね、はい、まああなたはだいぶご機嫌なんじゃないかなと。いやーすごかったですすごかったすごかったですねすごかったですといったところでですね、まあ、正直アンフィールドで4-1、はい、まあ、誰が予想したんだこのスコアをっていう話ですよ。そうですね、まあシティは18年ぶり、うん、うわ、アンフィールド2003年5月以来の勝利と。マジか。ということもありまして、まあ本当に歴史が動いた試合なのかなと。というところでですね、はい、今回、うん、何を話していただけるんでしょうかと。前半ではこう試合の総括、まあ、はいはいはい、得点シーンとか、はいはいはい、まあスタッツとかちょっと見ながら、はいはいはい、まあ振り返っていきたいのかな。なるほど。あとはまあ後半の選手、まあ誰が活躍したのかなと。うんうん。まあ、まあ、皆さんも気づきの通り、まあ、はい、いろんな選手が活躍してくれました。まあ全員が良かったですけどね、まあ、誰がっていう状況だね。確かに。特に誰がいるんかいっていう話ですね。まあ、そうですね。そこには誰がいるのでしょうか。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、はい、まずは、総括。まあまずはマンチェスターシティ、うん、この試合はまあウォーカーが、はい、まあ病欠というかコンディション不良で、はいはいはい、にあたりまあアグエロデブライネあたりは引き続き欠場で、はいはい、まあどういうスタメンで来るのかなと思ったんですけど、ジェズス外して、うんうん、フォーデンをワントップ、なるほどね、ゼロトップというか、はいはいはい、そういう形で、うん、まあ採用したわけですけど、まあそれがまあ前半だけで見れば、うん、まあビッグチャンスというビッグチャンスを作れずに、あ、そうだね、まあ力を発揮したのはフォーデンが再打つってからの方がフォーデンは良かったのかなっていうのは、そうですね、感じましたね、うん、あそこのタイトな真ん中、はい、うん、ちょっとフォーデン一人だとこうやりくりするのは難しかった感はありますね。そうですね、起点は作りづらかったのかなとは、はいはいはい、いうふうには感じました。はい、ビッグチャンスクリエイト自体はですね、うん、まあお互いゼロなん、ゼロ、まあシティは1あるんですけど、まあこれ PK なんですけど、はい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 、まあ PK も外してしまったということで、うん、非常に拮抗した、そうですね、試合展開行われてたのかなと思います。うん、なんかファイナルサードとかフィニッシュワークのところは両選手、うん、両サイドが、はい、守備がしっかり守ってて、うん、そして中盤でのこの激しい激しいボールの奪い合い、うん、こういったところが見物な前半だったと。そうですね、お互いやっぱりミスは少なかったですよ。まあギュンドアンの PK ミスでね、はいはいはい、どうなるかなと思ったんですけど、そのまま前半は0-0で、はいはいはい、終了していって、まあこっからですね、後半ですよ、本番はどうだったということで、いやーすごかったですね。まあシティ今回の勝利した理由につきましては、うん、やっぱこのプレッシング、いやフォアすごいですよ、うん、まあハマってるというか、うん、組織化されてて、うん、まあリバプールも空いたところを1個かわす能力というのは非常に高いですけれども、うん、今回に関してはシティのプレッシングが上回ってたね。そうですね、僕いつも基本的にリバプール戦について思うことなんですけど、うん、あんまプレス行ってほしくないなっていうのは、なるほど、常日頃感じてたわけですね、うん、かわされて、はい、まあ一気にビッグチャンスを作られて、はいはい、失点するっていうパターンを死ぬほど見てきたんで、まあ勇敢でしたね、シティは。そういう意味でも、そうだね、臆せずプレスをかけて無理ならすぐ戻る、うん、これが徹底できてたからプレスにも行けたのかなって、まあハードワーク、運動量がもう支えたのかなって、そういう、そうだね、うん、やっぱり語りたいなら、はい、このマンチェスターシティの2点目、はい、はいはいはい、このアリソンのキックミスを奪ってからっていうところなんですけども、なるほど、こちらちょっと見ていこうかなと思います。はい、上からね見ていただければよく分かるんですけど、ここもし下にね1人いるんですけども、うん、はいはいはい、実際これアリソン側からすると、うん、うん、あんまり出しどこはないのかな、まあ正直狙いは良かったと思います。うん、ロバートソンに対するボールを入れて、うん、まあ空いてたのはこうなのかなっていうのは思うんですけども、うん、フォーデンもこれその前にちょっとプレスかけてすぐに戻ってるんですよね、うんうん、まあここで一つシステムの変化、マフレーズを外してフォーデンをサイドに追いやった、はいはい、まあその成果が現れたのかな、すぐに戻って、うん、すぐにロバートソンをケアしに行こうとしたからこそ生まれた、インターセプト、そうですね、なのかなと。実際アリソン側 も、うん、もうロバートソンの裏へのボール、うん、または大きくクリアぐらいの多分タックしかなかったと思うんですよ、うんうんうん、ここまで絞り込ませる、はい、この高いこのトランジションの高さと、そうですね、プレッシング、うん、ここはやはりシティはやっぱ本当ここの今の好調を支えるような、うん、やっぱ一番の理由なんじゃないかと。うまく限定して相手に選択肢を絞らせてからのミスですから、そうそうそう、まあ、シティがうまくやってのけたっていうのも一つありますし、まあリバプール側からすれば、うん、この時点ですでにエイトクチアゴと、はいはい、ハーチと交代させてミルナーとシャキリをインさせたっていうのもあるんですけど、うん、ここのやっぱ後ろからの引き出しっていうか、前からの引き出し、うんうん、ボールを引き出す動きっていうのがやっぱ少なくなったのもこの写真にあるのかわからない。あそこでこうゲームメイクだったり、そもそも別にこれ最初から生まれたわけじゃないじゃないですか。そうですね、うん、結構こうゴタゴタがあってのこの形なので、こういうところでもうちょいこううまく器用に回せるような選手が、うん、まあいたら、うん、まあ、このような
そもそもこのような形になってないっていうかもしれないです、はいはい、そうですね、引き続きまあこれと同じような形ですけども3点目、はい、でもありそうからしても、うん、コースはほぼほぼない、大きく蹴るか、まあパスもちょっとあれかもしれませんね、ダイレクトで蹴るにはちょっと難しいし、ワントラップ挟まざるを得なさそうっていうのもあったので、まあこの時点でやっぱ相当コース限定できてるのかなと、そうですね、よって生まれた得点なのかなとは思いましたね、うん、続きましてですね、はい、マンチェスターシティのまあみんな良かったです。みんな良かったね。からもう僕の感想ですよ。はいはいはい。もう、ゆうかいじゅんだ。あー、ゆうかい。良かったです。ゆうかいが止まる。いや、ほんとに。ちょっとキャラはゴールの前に、もう絶対決めれるぞというポジションに入ってくるこの動きっていうのは、オフザボール。そうですよ。いや、目を見張るものがありますし、フォーデンも言ってましたけど、うん、やっぱ今のイルカイは最高の状態なんじゃないかと、うん、あっちこっちで点取りまくってるからね、はいはい、いやいや楽しそうですね、ここはあの嗅覚を持つ者のみに与えられるポジションにいるんですよ。そうですね、そうなので今シーズン、9ゴール目といったところで、はいはい、12月以降ですと、はい、今一番決めてる選手がプレミアリーグで どうしたと、本当にどうしたという感じなんですけども、よくわからないですけども、まあ、キュンドアンね、PK は外しましたけれども、はいはいはい、もうそんな、うわぁキュンドアンだったのは大きいのかなと思います。はいはい。はい。もう一人はですね、フィル・フォーデン。フィル・フォーデンはちょっとこの試合の、あれは、うん。あれはすごいというか、4点目ですね。4点目です。よくわからないです。あれは、うん。いや、本当にあれを理論立てて、こう、説明するのちょっと難しいなっていうか、はい。ワンフェイクというか、カットインしてからシュートまで、うん、あのスピード感で、うん、あのボールの威力、ちょっとよくわからない。ちょっとよくわからないですね、うん。どうやってあれができるのかは、うんうん、本当に多分、もうドリブルし始めてる時点から、もうカットインして、うん、本当にイメージはしてたんでしょうけど、うんうん、それを実現できる。っていうのはまたちょっと話は違うのかなっていう、いやーあれはセンスの塊でしたよ、うん、本当にカットインしてから振り抜くまで、うん、あれは無理です、止められ、本当にまあ一つ上のランクにこう上ったのかなと、そうですよ、あとはもうプライベートだけしっかりしていただければそうですよ、私生活が重要なんでプロを引く人からそう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 、ということでフォーデンは良かったのかなと思います、はいはいはい、そしてもう一人はこのラヒームスタリングですね、ラヒーム様、いやまあ彼もアンフィールドで初ゴール、はいはい、そしてペップの、うん、ペップ政権でですね、はい、スタリングが決めた記念すべき100ゴール目が、おお、なるほどなるほど、これだったということで、まあ、この試合か、そうですね、彼にとってはメモリアルなゴールになったのかなと思います、うん、もうまあ攻撃ももちろんなんですけど、彼守備もめちゃくちゃ走ってました、頑張ってましたね、うん、本当にね、最後の最後まで全力スプリントで戻ってきてくれてましたし、うん、キャプテンが似合ってましたね、結構もう本当にね、プレーで引っ張ってくるぞと、はいはいはい、本当にね、ふさわしかったと思います、キャプテン、そうです、うん、そうです、素晴らしかったです、はい、あれは、あともう一人ですね、ベルナルド・シルバー、彼もまたイブシギンでしたよ、もう、まあ、今日もイブシギンでした、この二人に関しては、マジで走りまくっとった、本当にずっと走ってた、うん、まあ、デブライネいない方が結構、シチ強いんじゃないかなって、はいはい、ここ最近では言われてますけど、まあ、デブライネと明確に違うのは、このトランジションの速さとか、はい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 、もう守備への切り替え、うんうん、常に走る、まあ、デブライネもよく走ってはくれてるんですけども、うん、そういうところはやっぱ、総力で言えば、やっぱベルナルドはそこ上回ってるのかなっていうのは感じました、なんかこう、まあ、結果デブライネ抜きでここまで練習してるわけですけれども、うん、俺ギュンドアンが覚醒した場合に限って、うん、デブよりベルナルドの方がいいかもわからん、ここがちょっとまた新たに、そうどういうふうにギュンドアンが点取ってくれんだよ今みたいな活躍してくれるんだったら、さらにこう黒子となって走り回ってくれるというか、うん、カバー範囲が広いベルナルドの方が、うん、ギュンドアンは活かせるんじゃないかなという気持ちはあります、バランスはいいのかもしれないですね、そう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 、というところもありまして、まあ、ベルナルドもよく走ってくれました、はいはいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、そしてもう一人はカンセルですね、あーカッチェロ、彼もまた一つ勇敢な選手であったと、はいはいはい、まあ、ディフェンスでですね、やっぱサイドバックってどうしてもプレスはめられる、うん、ポジションではありますけど、はい、1人2人に囲まれてもつなぎに選択した、これね、ここはまた一つリバプールとの違い差ではあったのかなと、まあ、リバプールとの違い、そして、うんうん、某ベジェリンとの某ベジェリンとの違いでもあるんですよ、見せてあげたかったですよ、あそこに囲まれてもそうです、ね、慌てずというか、うん、もう常になんか余裕があるんですよね、いろんな選択肢持ってて、うん、あそこで絶対つなぐもんな、あそこでつなぎを選択する勇気と、そしてそれを、はい、
遂行する能力、はいはいはい、うん、こちらには本当に非常に助かったなと、はいはいはい、だからシティもねうまくポジション回復できましたし、うん、プレスでクリアってなったらまたリバプールペースになってどんどん押し込まれるっていうところがあってそこを一つ跳ね返すといった意味で、うん、まあカンゼロのこういう地味ですけど、はいはい、まあこういう活躍が非常に目立ったのかなと確かに思いました、ね、はい、はいはい、といったところでですね、はい、今回は、長らく、語らせていただきました。もうパレードの準備をしろと。そうですね。まあこっからね苦しい戦いは続くんですけど、はい、まあアンフィールドに勝ったからには、はいはい、もうどこにも負けるわけにはいかない。そうですね。負ける必要はないです。一番難しいところを攻防を終えましたからね。うん、なのでまあ今後ともシティの試合には注目ですが、はい、まずはこの試合をおめでとうと。いやーおめでとうございます。素晴らしい試合でしたね。素晴らしい試合でした。はい、よければチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。TikTok、Twitter、Instagram が概要欄からありますので、そちらもぜひチェックお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バーイ。